セトゥーバルは、セトゥーバル県の県都であり、リスボン都市圏の最南端に位置する、ポルトガル第4の都市である。ポルトガル第9位の人口を誇る。リスボンから約40キロメートル南、佐渡川の北岸に位置する。古代ローマの時代から歴史を持つ都市として知られる。中世には、公益都市として栄えたほか、近代以降は、ポルトガル南部における漁業、工業、観光業などの、 各産業の拠点として重要な位置を占めている。1860年9月15日に当時のポルトガル王ペドロ5世により都市であると公認されたことからこの日を都市の休日としている。モシカテルという名前のワインの産地としても有名である。他、公術のように様々な著名人を輩出している文化都市としての側面も持つ。古代ローマがこの地を支配する以前、 フェニキア人が、交易拠点としてこの地を訪れていたとされる。古代ローマ時代の天文学者であり、地理学者でもあったクラウディオス・プトレマイオスは、セトゥーバルからサド川を挟んだ対岸にあたる、トロヤ半島について、紀元前1世紀頃に、オ田が存在し、カイトブリガという町があったと記している。カイトブリガは、古代ローマ時代に漁業と交易で栄えた町であったと、される。 その後、町の中心機能は、佐渡川を挟んだ北岸の現在のセトゥーバル付近に移動し、イスラム帝国時代には、セトゥーバルと呼ばれるようになった。ポルトガル大航海時代には、大西洋に面したセトゥーバルは重要な町として、栄えたが、1755年に発生した大地震で、外区が破壊された。19世紀後半になり、鉄道が開通するとと,ともに、ポルトガルで、 初めての魚介類の缶詰工場が開設され、セトゥーバルは、ポルトガルの漁業及びその関連産業の中心地として、再び発展した。20世紀になると、肥料、セメント、製紙、金属加工、造船などの各種の製造業がこの地に生産拠点を置くなど、世界的な工業化の進展によりこの町の産業構造にも変化が生じた。セトゥーバルは、 しばらくの間工業都市として栄えたが、20世紀末には、これらの産業の多くは衰退し、町は大量の失業者で溢れた。近年は、自動車産業を中心に、ガラス、製薬、電気関連の工場が創業しているほか、手付け数の自然が残されている、アラビダ自然公園やイルカのコロニーが点在する、佐渡川、セトゥーバルに所属しないが、佐渡川の南岸に、 松林と砂浜が広がる、風光明媚な土地である、トロや半島への観光拠点へと成長している。セトゥーバルのイエスの教会さん、ジュリアン教会さん、フィリペ、トリデ、セトゥーバルには、様々な歴史的建造物が存在するが、中でも重要なのは、15世紀から16世紀にかけて建設されたイエスの教会である。ポルトガルの後期ゴシック建築を代表する、 建築物の一つであり、ジェロニモス修道院の建築にも従事したディエゴ・ボイタックも建設に当たっている。セトゥーバルにおける重要な教会であるサンジュリアン教会もまた、セトゥーバルを代表する建築物である。正確な混流時期は明らかではないが、16世紀には現在の姿になっていたとされている。セトゥーバルには、スペイン、ポルトガル、 イギリスの構想を示す史跡や建造物が残されているが、その代表例が市街地から西に約 1.5km 離れたところにあるサンフェリペトリデである。このトリデは1590年にポルトガルを併合したスペイン国王フェリペ2世により、イギリス軍の攻撃を防ぐための城塞として建設された。城塞内の礼拝堂には、 サンフィリペの生涯を描いた18世紀のアズレージョが残されている。1976年に指定されたアラビダ自然公園はダルマチア周辺のアドリア海のような景観を残している自然公園である。面積は108平方キロメートル。セトゥーバルは多くの文人や芸術家を輩出している。ポルトガルを代表する詩人マヌエル・マリア・バルボサド。 ボカージェとオペラ歌手のルイサトギはこの町の出身である。また、FC ポルト、レアルマドリー CF、チェルシー FC、インテルミラノなど、ヨーロッパのサッカークラブの監督を務めたジョゼモーリーニョもセトゥーバル生まれである。ビトーリア FC はセトゥーバルを本拠地とする総合スポーツクラブである。サッカー部門はプリメーラリーガに所属している。ありがとうございます。